ロベール一世、またはロベルト一世は西フランク王国の国王。アンジュ博、ロベールの息子で888年に西フランク王となったウードの弟。ロベールはウードによってパリなどのいくつかの領地の統治や修道院の管理を任された。しかしウードが898年に死去しても多いは請求せずカロリング長のシャルル三世の即位を承認した。 その後も、ノルマン人の侵入から、フランク王国北部を守った。922年頃まで国王シャルル3世と有力家臣、ロベールの間に、深刻な対立はなかった。しかし、シャルル3世が、最初の妻の親族アガノンを徴用するようになると、ロベールは、他の貴族たちの支援も受けて、兵を起こした。シャルル3世は、ドレーヌへ退却し、 ロベールは922年6月29日にランスで西フランク王として退官した。一方シャルル3世も三奪者を撃つべく兵を集め、両者は923年6月15日にソワソンの近くで開戦した。ロベール1世はシャルル3世を破り捕らえたが、ロベール自身は戦死した。伝承によれば、シャルル3世と一気打ちをして破れたのだという。 ロベール一世の一人息子ユーグはカペアサ、フランス王のユーグカペの父である。884年頃に最初の妻、メーヌハク・ジラールの娘アデールと結婚して娘を一人設けた。893年頃、ベルマンドアハク・エルベール一世の娘ベアトリスと再婚した。ありがとうございます。